前に行かれたことのある方どのぐらいいらっしゃいます？10人ぐらいですね。で、あのその方、あの水場所を見られましたかね。見られました、今手挙げられる、はい、水場所を見られたのは大体5月の末から6月と思うんですけど、こういうふうにされてましたね。でその後どうなるか知ってますか？その後はね、実はあの、まあ、この花は枯れるんですけど、その後葉っぱがね、どん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 大きくなるんですよ。で、最終的には、ね、1メートルぐらい、まあ、なぜ水芭蕉というか、芭蕉というのはですね、大きな葉っぱですね、芭蕉仙。で、昔あの三蔵法師が、火の山の火を消したというのが芭蕉仙というのがあるんですけど、それぐらい大きな水芭蕉です。で、これ私なんで知ってるかというとですね、私あのよくアルプスに登るんです。で、登った時に、これなんかものすごく道端にです。道端のちょっとしたあの、まあ、池みたいなのがあるんですけど、そこに本当こんなぐらいの葉っぱがあったんです。何かなと思ったら、ちょうど一緒に行ってた人がそれが水芭蕉だよと教えてくれまして、それで知りましたということですからね、あの成長するとそういうふうになるということを覚えておいていただきたいと思います。はい、次はあのとっても楽しい曲を、いつもあの私たちのメンバーにあの手話をやってるんですけど、本当はこれで手話やろうかと思ったんですけど、そういうことがなくなりましたので、ちょっと早いですけどいいですか？ちょっとね、手のひらを太陽に。